どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。時々秋です。コールオブデューティーブラックオプス2レベル55への道やっていきたいと思います。今回はハイジャックでフリーフォールをプレイしていこうと思います。まあフリーフォールでショットガン使っていこうかな。フリーフォール、もうね、ほんとショットガン楽しいけど、楽しいけどね、もうこっから動きたくねえな、どうしよう。うわあ、最初に殺された。ああ、最初に殺された。最初に殺されて。今のよく反応できたな、俺。今のは偶然だな。よーし、いいぞ。なんかいいぞ。まあまあいいぞ。でもこれも絶対つつかねえぞ。続かないで、絶対続かないで。こもりたい、めちゃくちゃこもりたい。怖い怖い。だが動かねば始まらない。え、外国人ですか？怖い。なんか声聞こえるって誰かの。外国人？え、外国人？マジで？はい、オッケー、さよなら。よし、おったな。だがここはあえてスルー。敵 UAV 接近中。敵 UAV 接近中。 UAV って何？だから幽霊部員やったっけ。幽霊部員ちゃうけど、敵の位置が見えるやつ。おった。おお、 UAV スタンバイ。気づいてないとこがいいよね。おお、なんか今のうまく見えた。うまく見えるやろ。うまく見えさせるんだよ俺は、こうやって。よーし、よく気づかれてなかったのかな俺。怖え怖え。 UAV 出しとこう。味方 UAV が接近。 UAV、 あ、これで相手が分かるわけね。上空に敵 UAV。 下にいるのか上にいるのか分かんなくて怖い。なんだよなんだよ。警告、敵ライトニングストライクが接近。えぐいって、えぐいって。ナルトだ。絵がナルトだった。今何逃げ切れると思ったんだけどな。敵オービタル V サットが起動。味方ハンターキラードローンが展開。俺ハンターキラー出したのに誰一人倒せなかったっぽくね。俺同じ場所でこもってね。ああ、下から来た。下から来てないね。やられまくるね今回も。でも7回倒してるからいい方ではないけど。それで20回やられてる。いや、20に倒してる人が一番上にいるとか。あ、よっしゃ、ショットガンの扱いがまあまあ上手くなってきたような気がする。まあ、あえて気がする。天狗か、なんだか触んない気がする。なんだっけ、今のあると思いますの人。あ、うわあ。考えてるうちに撃たれたわ。お、これ何？もらえない。もらえない。今のはね、なんだ、名前忘れたけど、こ壊すっつうか、まあめんどくさいやつなんだ。すっごいめんどくさい。うわー、また同じ人だ、この人。畜生。畜生。畜生めー。今のは一発で倒せてなかった。上空に敵幽霊。お、何？お、まあまあいい。おー、後ろ！あ、どんどん下がっていってる。セントリーガン破壊。おーい、破壊することばっか考えてたぜ。救援物資出してないけど、今更出してもあれだね。まあ、最後の一人にはなりたくない。
の倒せると思ってたんだが、なんか他の人の動きってさ、すげえよね。すごい軽やかよね。やろ、うん、俺は。ああ終わった。う下から3番目。あうわお結構だな。あスナイパーいたんだ。俺この人に殺された経験がある。うわクイックショット、俺にはできないぜ今だ。うわすげえ。まあまあ今回はいい方じゃない。まあこのレベルでね。まああのレベルの人たち、まあ強い人が強い人がいっぱいいたからさ今回は。あおおシベリアの迷彩、おおやったスティールストリーク、カムバーク解体や。ああ壊したもんな、強さためよ。さてこんなところか。動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。またねー。